まあ、でも、今はやっぱホットな話題は、僕ら歌プリ歌プリね。でね、あの、やってますもんね、共演してますもんね。やっぱ盛り上がってるね、ほんと、皆さん盛り上げてくれてね。感じます。感じますよ。まさとの第二位。そうだって、第二位なんだって、あ、メール来てる。あ、メール来てるの？そういうの読もう、読もう。そうよ、もうオリコン。オリコンの話でございます。フロム。 ゴマシオハゴま下手くそか読めないんだもん見して見して見してそんなのすぐ読めるわゴマシオハゴ下手くそか兄さんちょっと読めませんでした読めないでしょそういうのはもう別に年の話なんで上手い下手ちゃいますすぐかぶせるよしよしよし勉強なるわ今日 でさんんんこばは先日の土壇雅人のケナソンがオリコンデイリー1位そしてウィークリー2位とっても驚きましたうれしくてメロンパンを大量に買って一人でお祝いしましたほうなぜかなさて大阪ではサンライズって言いますメロンパンのことねへえそうなんですんで さあさあそういうねあのね脱学もね挟んでいきたいと思うんす鈴村さんが演じているひじじりかまさのユニットソングであるドリームモアザンラブについてなのですが二番の歌詞でどうしてもおっぱいにしか聞こえないが、そら耳あるんですよ アイポッドで聞いていてこの曲が流れると<え>え携帯のバイブレーションのようになってしまいます。うんちょっとっ笑いで体が振動している。笑いでね <laughs> びっくりした。おっぱいって聞こえて携帯がバイブレーションみたいになりました。何を言うていの？<laughs> 何を言,て何を言てっていのかど で結局最後に「私はどうすればいいでしょうか?」というああなるほど相談のメールです何か全然思い一こおめでとうメール」じゃなかったのねすごいの差し込んでくるねどうすればいいですか体がバイブレーションしちゃう時はやっぱそういう時は隣の人さ、うん、触ってくださいまずそうするとそのそのブルブルは伝わっていきますからい。本当？そうやって世界がバイブレーションする <laughs> ラブバイブレーションですけど、はい、あ、さあ素敵です。震える心を忘れるな、そういうことですよ。何言ってるんですか。僕も何言ってるかさっぱりわからないんですけどね。おっぱいってこう自覚あります？全然ない。これわかんないわ。おっぱいって言ってんのかな。でもなんか空耳っぽいじゃん。 あの歌っぷりって結構あるんじゃんそうそう、ね、それの。そうですね、まあ、僕的には、あのマジラブ2000%の、あのあれですよ。正人が本気で H を言う時が、最近もツボですから。それでも、なんでもないんですけど。それはで耳でも、なんでもないけど、現場でも話題ですよ、うん。めっちゃ話題でしょあれ。本当、うん。うん、I want you H.。 めっっっちゃ真んん中てててエエッッチチ言うですよを欲しる姿だから楽曲にそういう面白さが散りばめられてるんです歌プリなのキャッチーなんですよだからこそ人気もあんじゃないのみたいなだから多分ね男子も楽しめてるんですよだと思うよお客さん特に今回のアニメの2期か2期になってからはよりなんかこうバラエティー感強くなってあと僕2期になって まあそのゲームのねあの細かいストーリー知らないからあれなんですけどまさとがちょっと武士すぎる気がするんです<ー>言葉遣い、あのー、良いではないか <laughs> そう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 なのよ良いではないかとか <laughs> まあ今までで一番面白かったのは、うん、<laughs> あの子供に話しかけた ドラマのド CD の回がもう最高に面白くて <laughs>、うん、なんかあ「はるかの家はどこにあるのか?」みたいなの聞いたあとどこにあるか教えてくれるのかっていうわけあっちだよみたいなあっちだあっちだよちょっと「ほう」って言え <laughs> <laughs> もうだからそんなんもあるから毎回面白くて二期が始まってこういろんなところで喋ってるんですけど「あの、神宮寺」 お前さっきの「スティック甘いぞ」っていうセリフが出てきて「スティックって何すか?」みたいな誰本見たら「スティック甘いぞ」ってって「え何スティック?」って思ったら「ステップです」って言って「<laughs> スティックって!」みたいな顔ホントマサとが言えばより面白くなるんで <laughs> 僕も最後まで直さないでいこうかな <laughs> スティックのままいこうかなって

俺鍵盤は俺鍵盤は、はい、<laughs> これが捨てるの意味やぞ分かったか <laughs> ダメなもんは掘ってもあかんのよ、ね、今もう滑ってるから捨てたらいいのそんなのもう誰も傷つけへん、うん、<laughs> 今の空気嫌でしたね嫌でしょそういう時よ勇気って わかかるな次にいくゆうえ今日は鈴村さんがゲストということですごい楽しみにしていました歌ぶりのサトのキャラソン「恋桜」は演歌調になっていてそうなんですよ今までになかったキャラソンになっているので私は何回もリピートして聞いていますアニメの方ではトキヤが女役をやっていてサトが侍で恋人同士役で思わずテンションが上がってしまいました個人的にの泣き方よよよいい いい格好で泣いあそこは劇中劇もみんな楽しんでやったりして面白かったですね。みんな好き放題やったじゃん。周りはでもマサトはあれ本気だからちゃんとやらなきゃいけない。みんな楽しそうだなと思ってみしてた俺。一応悩んでたからね。そうそう。包容できない。あそこでマサトまでバカなことやったらダメだからちゃんとやらなきゃいけないっていう演出だった。 あれ演歌の歌ってる気持ちはどうだったんです。かこれがね、あのレコーディングが、やっぱり結構楽しくて。で、演歌だから、ちょっと拳効かせなあかん。あ、いいじゃない。最初に持ってったんですよ、拳を使ったやつを。結構や。もう完全に。めっちゃやったんです。やったら、すみません、すみません。素晴らしいんですけど。 素晴らしいんですけどマサトなんでって言われて <laughs> そうだねヒロシじゃないヒロシじゃないからヒロシじゃなくてマサトだから拳はちょっとやめましょうって言って拳 NG だったんですよ <laughs> スタイリッシュ演歌そうなんです <laughs> だけどあのー、ちょっとだけ拳がつくインパクトは欲しいんで、うんうん、できるだけ薄めの拳を入れてくださいっていう非常に難しいことを言われたんですだから僕としてはその デイリー1位になったりねし、うん、たんで感想の手紙とかがいっぱい届いたんですよ「の原、うんうん、さんもっと拳聞かせた方がいいんじゃないですか?」みたいのが来たんですよダ,ダメなしが来てすごいへこんだです <laughs> 僕は拳を入れたかったんだよだから今日はこことばばかりに弁解したいとこ <laughs> 拳は僕は入れたかった使ってくださいこのね<う>オフィシャル的にここで使ってください <laughs> アゲーマッチュがダメだっていうね。アゲーリッシュ。アゲイリッシュ。そこちゃんと調べにいや。アゲーリッシュがダメだっていうわけ。アゲーマッチュがダメだっていうんだよ。ダメだって。それはしょうがないね。じゃあダメだっていうんなんかその楽曲としてもドーエンじゃなく、いわゆるこうちょっと新しい系のそのニューエンだから俺の中であの堀内剛夫さんみたいな感じだったわけ。 だから昔の年末時代劇とかのオープニングになってる感じのサウンドだっていう話をして歌謡曲なテイストもあるしちょっとロックっぽいテイストもやっぱねあるから90年代演歌って感じだったからそういう意味では「こぶしはちょっと抑えめで」みたいなこと言われたんですよでもかっこいいですよね面白いサウンドでしたけどね楽しかったよレコーディング楽しいだからこういうコミカルな回がどん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 面白くなっていくわけですよこの歌プリはねとても楽しくて何話だった 9あたりでなんか社長がシャイニング社長が川からモーターボートでバーってくるとこねそこで突っ込むのが俺らしかいなかったのかいや他にもいたはずなんですけどセリフ的にそこの異常事態に突っ込む突っ込み役に選ばれたのがなぜか僕らで声のちっちゃい普段はあんまり遠くに声をかけない人たちが。 やたら大きな声でそうだからテストでやったろうと思って僕先だったからそうそうそう「モーターボートね!」みたいな上流から!」って乗ってくれ乗ってくれたからとっても嬉しかったわけですよめっちゃ面白かったそうなんですよそうだあの真面目なお二人が大きな声を出すっていう瞬間がとっても楽しくて採用されたじゃないですかそう2期からああいうこの遊びも許されてきて楽しくなってきたっで面白かったね また楽しい収録ですよ。楽しい収録でしたね。はい。あ、たくさんメールが届いていましたが以上でございます。そうですか。い。っぱい喋ってどうもすみません。はいい。っぱいあったんですよ。もっとプライベートに切り込んだ話とかね。あ、そう。すみません虫が苦手なんですか。ぬい嫌い。ぬい嫌い。大嫌いのもっと最上級。もっと上えない。ぬい嫌い。最も嫌いなやつ。ぬい嫌い。うん。すっごい嫌い。 っていうね、メールもいろいろあったんですけど。そうです。はそうノアノアさんからね。あ、すみませんね。そこが好きなんですって。虫が嫌いな。虫が嫌いなとこが好き。ややこしい話ですね。そんなもう世の中いっぱいいますよ、そう人。でも、俺はその中でも、もう嫌いです。あ、いいよ。覚えは。覚えは、ということで。